ここは JR 姫路駅のすぐ北側にあるキャッスルビュー。世界遺産の姫路城を真正面に望むことができます。今回の姫路の広場は姫路の街中を盛り上げようと頑張っている皆さんをご紹介します。現在姫路駅周辺は再整備の真っただ中。交通結節点としてより便利になっただけでなく、姫路城を望めるキャッスルビューや商業施設、外堀をイメージしたキャッスルガーデンがオープン。今年の7月には芝生広場も完成し、憩いの空間として利用されています。駅前の商店街でもこの春アーケードが一新されました。入り口は姫路城の大手門をイメージ。和の風情がそこかしこに感じられます。天井のカーブはお城の屋根に見られる唐破風の形です。商店街を横切る道の上にも屋根がかけられ、雨の日も便利になりました。およそ30センチの高桁で八の字を描くようにしゃなりしゃなりと練り歩く花魁道中。姫路城主榊原正峰が気に入り、吉原から身請けしたという高尾太夫です。月4回ほど播磨のパフォーマンス集団の皆さんが道行く人々を楽しませてくれています。遠くで見てもすごく艶やかだったんですけど、近くで見るとまた豪華さが増しますね。ありがとうございます。なぜまた花魁でこういったパフォーマンスをされようと思われたんですか？昨年の4月から神戸のことで、やってたんですね。姫路に、まつわる有名な方を、シリーズに基づいてやってるわけなんですけれども、昨年は男性の、方だったので、女性で誰がいいかなっていうふうに思ってたんですね。で、千姫は大阪もありますので、高尾太夫っていうところで捉えてみました。実際されてみての反響っていうのはいかがです？すごいですね。特に花魁の格好をするっていうのはできたりするんですけれども、道中してるところっていうのは極めて少ないんですね。で、年に一度京都であったりとか、たくさん全国でもあるんですけれども、でも1週間に一度っていうケースは、極めて珍しいと思ったので、そこを狙ってみました。いざね、されようと思っても、やはり歩き方であったり仕草であったりっていうのがすごく難しいと思うんですけど、着付け、髪も全てひっくるめて自分たちでやるわけなんですけれども、京都のですね、伏見の方で修行させていただいて、歩き方もひっくるめて、所作ごとでやらせていただいてる。今後ね、さらにこうしていきたいみたいな思いはありますか？そうですね、ずっと文化として姫路に継承されればいいのになっていうふうには思います。なので、この事業自体は3月まで商店街の方たちと一緒にやるわけなんですけれども、その後もまた誰か、もしくは私たちもひっくるめて、そうなんですが、姫路の文化として、高尾太夫っていうのを知っていただきながら繰り広げてもらえればなというふうに思います。続いてやってきたのはお溝筋商店街です。こちらお溝筋商店街には壁や天井、路面など至る所にこのような絵が描かれているんです。どうです？びっくりしました？これはいわゆるトリックアート。目の錯覚を利用した遊び心いっぱいの芸術作品なんです。商店街のあちらこちらからひょっこり顔を覗かせる動物たち。今
今話題の黒田官兵衛も絵の中から飛び出ているようでしょう。こういったトリックアートをしようと思ったきっかけは何だったんですか？主人が数年前にお溝筋の理事長になりまして、人をいっぱい集める集客って何があるだろうということで、お溝はこう4メートルって道幅が狭いので、できるイベントが限られてますので、人に迷惑をかけずに皆さんが楽しめるものっていうことで、まあ携帯世代の方も多いので楽しんでいただけるんではないかなということで、商店街の人も協力をしてくださってスタートしたのがきっかけですね。移動式型なので、お越しいただくたびに次々デザインが変わるっていうのが特徴になってますね。じゃあ来るたびに発見があると、はい、そうですね、何度も来ていただければという形になってますね。今後さらにこうなればいいななどの思いはありますか？そうですね、もっと兵庫県下を回遊していただけるように、兵庫県下のお城をアーケードに増やしたり、また地域の学生さんに柱のトリックアートを描いていただいたりっていうのを考えているので、もっともっとこういろんな方に楽しんでいただける商店街になればと、いろんな企画を考えております。そしてこちらもトリックアート、9匹の動物が隠れています。わかりますか？この絵があるのは2階町商店街の中にあるまちづくりステーション町の駅。ショッピングの途中に休憩をしたり、お店やイベントの情報もゲットできますよ。姫路市商店街連合会では、商工会議所や姫路市と一緒になって町のにぎわいづくりのためにさまざまな取り組みを行っています。その一つが姫路トクトクゼミナールです。店の人が講師となってプロならではの知識や情報、コツなどを教えてくれるというもの。7回目を迎える今回は24店舗で開催されました。絵画や掛け軸などを扱うこちらのお店では、掛け軸の掛け方、しまい方、保管方法のほか、季節に応じた図柄の選び方などが学べます。これはシワになった和紙を伸ばしているところです。こちらはサオリ織りの工房です。普段から手織り体験教室は開かれているのですが、この姫路ゼミではコースター作りに挑戦します。このイベントにね、はい、体験に参加されようと思われた理由っていうのはどういったことからだったんですか？前たまたま友人がこのサオリ の商品を持ってて、すごい可愛いなと思ったことがあって、そうなんで、それでちょっとやってみたいなと思って応募したんです。母親が収集した掛け軸がうちに何本かあるんですけども、普段その飾り方とか掛け替え方っていうのは知らなくって、で教えていただこうと思って参加したんです。今実際こういうふうに裏打ちの仕方みたいな体験もできたんで良かったです。それぞれの名前とか掛け方とかしまい方とか、ちょっと知らないことも教えていただいてよかったと思います。これからは気軽に相談できそうですね。ここも初めてお邪魔したんですけど、なんか縁があるから、なんか掛け軸の用事があったらここへ行きたいなと思いますけど。4月に受講してその魅力にハマったというこちらの方は、今ではこのような作品が作れるほどに。きっかけとなった姫路ゼミについて聞いてみました。いいですね、いろんなものに私は挑戦したいので、はい、もう今回も他にも申し込みしております。あ、いろんなことを体験することで若さも保てるし、教養も身につけられるしということで挑戦しております。私も何買おうと思い選んだのは和菓子屋さんです。こちらでは和菓子作り体験ができるんです。普段いただいているあのお菓子がこんな風に作られているんだなんて、簡単そうに見えてこれが結構難しいんですよ。
開始からおよそ40分、参加者それぞれに2種類の上生菓子が出来上がりました。和菓子職人に一歩近づけたかな。みんな上手です。再び北駅前広場へとやってきました。現在姫路市ではこの空間を活用した社会実験を行っています。このオープンカフェもその一つです。そして多彩なイベントも盛りだくさん。この日は中央地下通路で食をテーマにしたイベントが開かれていました。社会実験のマネジメントを担当している団体にお話を伺いました。こちらのおむすび市はどういったイベントなんですか？地元の農家さんに出店していただいているんですけれども、作っておられる方が直接販売されるという対面販売方式をとっております。で、見ていただいて分かる通り、若い農家さんが頑張っている姿と美味しい播磨の野菜を中心に、なおかつ無農薬であったり減農薬であったり、ものすごく食をもう少し歌っていくという、マルシェのようなものです。売ってるお野菜もスーパーなどでは手に入らないような珍しいものもたくさんありますよね。はい、それはもう私の中では農家さんの心意気やと思っております。またこのおむすび市っていうね、名前も素敵だなと思ったんですが、この場所で例えば食卓とこの野菜がつながるとか、飲食店さんと農家さんがつながるとかいう、そういう意味のつながるということでおむすびというふうにしております。またこういったイベントの他にもたくさんのジャンルのイベントをされていると伺ったんですが。そうですね、ただいま社会実験としまして、こちらの地下通路だけでなく、キャッスルガーデンとキャッスルガーデン上の芝生広場前のステージ、こちらの、スペースをイベントとして活用してみようということで、チャレンジ駅前おもてなしと題しまして、自分で企画をしたイベントで街ににぎわいや活性化をもたらそうということで行っております。実際にどういったイベントが行われているんですか？そうですね、音楽イベントもありますし、こういう物販もありますし、もう様々ですね。広くされてるんですね。今後さらにこうしていきたいなどの思いはありますか？いろんな人がもちろん県外を含め、こちらの活用空間でイベントができますので、いろんな知恵をお持ちの方にどんどん使っていただきたいと思います。こうして人と人はつながっていくんですね。そしてここに不思議な巡り合わせのバラが植えられています。明治時代に日本初の高速産業道路銀の馬車道を設計したフランス人技師レオン・シスレーがふるさとに送った日本のバラの種を改良したもの。東日本大震災からの復興を祈り作り出された新種のバラは絆と命名され、馬車道にゆかりのあるここ姫路にも寄贈されました。城を望み時を感じ人が交流するおもてなし広場、新しくなった広場でこれからどんな交流が生まれるのでしょうか。